鳩山会館鳩山会館は内閣総理大臣を務めた鳩山一郎の邸宅を記念館として一般に公開したものである。東京都文京区音羽にあることから音羽御殿の通称で知られ戦後政治史の舞台の一つに数えられている。現在は修復を加えて記念館として一般に公開され、王子の応接室や今、鳩山家歴代の愛用品、 記念品等を見学することができる。鳩山一郎の父、和夫が1891年2月、牛込区東五県庁から小石川区音羽に転居し、以来、鳩山家は音羽に今日構えてきた。現在も残る建物は、関東大震災直後の1924年、鳩山一郎の指定として建設されたものである。一郎の高等師範、学校付属中学校時代からの友人で、 当時の代表的建築家、岡田新一郎の設計によるサンルーム脳梗塞の症状からひとまず回復した一郎を音輪御殿に訪ねて歓談する吉田茂恵応接室音輪御殿の応接室に集まった自民党幹部、中央に一郎、左に石橋丹山、その左に河野一郎、右には安藤正澄、その右に三木武義が見える脳梗塞の後遺症で、 体が不自由だった鳩山は、この勝者な大邸宅を政治の場に活用した。1950年3月、民主自由党と民主党の大合同により自由党が発足した。この時一郎が中心人物の一人として動いたことから、彼の指定が会合の場として、たびたび用いられ、自由党の創設や政策論議を交わした。一郎が首相に就任した後には、 ソ連との国交回復に向けた打ち合わせもここで行われている。鳩山邸は太平洋戦争中の空襲により屋根に損害を受けていた。また、一郎の没後、後継者の伊一郎が書斎を増築するなどの改造が行われた。竣工後70年となり、老朽化が著しく進んでいた。鳩山家の業績を伝える記念館、鳩山会館として再生することになり、 1995年に大規模な修復工事が行われた。この時、増築部分の書斎を撤去、屋根が竣工当時の姿に復元され、外壁も修復されるなど、王子の姿を取り戻した。なお集会施設として使用するため、2階の寝室部分は大広間に改造された。1996年6月1日にオープン。当時としては、 珍しい鉄筋コンクリート作りの洋館で、各所に鳩やミミズクなど鳥をモチーフにした装飾が施されている。設計者の岡田慎一郎は、洋式建築を得意とし、その手腕は鳩山邸でも発揮されている。アダムスタイルの応接館など、イギリスの邸宅を思わせるが1階部分では、部屋の境の扉を大きく開くことで各室を連続して使用することができ。 日本家屋のような開放的な空間を作り出している。2階の記念室は撮影禁止となっているが、応接室や庭園などの撮影は自由である。1階、食堂から第2、第1応接室3ルーム応接室3つの応接室が並んでいる。当初は応接館、今、食堂として用いられていた。3ルーム建物の南端に位置しており、ここから庭に出ることができる。大広間元は、 寝室三部屋であったが、修復時に間仕切りを撤去して、大広間に改造した。窓からは、庭園が一望できる。北側の壁には、一郎の書、数目鷹が飾られている。鳩山一郎記念室かつて書斎として使用されていた、部屋、一郎の残した書簡や軍服、文具などが展示されている。変わったものでは、議員時代の給与明細や、自動車の運転免許証、 デスマスクなどが収められている。鳩山一郎記念室。鳩山一郎は、一郎の長男。大倉事務次官や外務大臣を務めた。記念室には、一郎の遺品が展示されている。鳩山薫記念室。鳩山薫は、鳩山一郎の妻。共立女子学園理事長を務めた。客間として使用されていた和室を彼女の記念室としている。ステンドグラス鳩山和夫。 春子像ステンドグラス玄関上部、応接館、今などにステンドグラスが多用されている。階段の踊り場部分には、50頭の上を鳩が舞う、図柄の大きな作品がある。工芸家、小川道の作品、庭園イギリス風の中には、周囲に植えられた色とりどりの花が楽しめる。鳩山和夫、春子像庭園の一角に、恋の泳ぐ水場があり、その脇に1931年建立。 和夫、オ、ハルコは、一郎の両親。台座の上にある和夫の胸像の横に、ハルコが腰をかけているという構成で、画中がならぬ、彫刻中彫刻といった趣きになっている。彫刻家、朝倉文夫の作品。鳩山和夫は、早稲田大学校長や、衆議院議長を歴任。鳩山ハルコは、強立女子職業学校の創設者の一人。会館では、毎年4月には、 官王会が催される。中央政界の重要人物が多く出席することから多くの報道機関がこの官王会に注目している。2001年4月3日に鳩山幸夫の首相で開催された官王会では鳩山が所属する民主党の議員のみならず、日本共産党の C ・カズオや社会民主党の土井、高子が出席したゴスロリファッション雑誌で紹介されたことから、 愛好者のファッション撮影目的での来館が急増するともにトラブルも多発した。このため2004年春以降、そうした衣服を身につけた客の入館が規制されている。2013年に当時所有者であった鳩山康子が死去したため、現在は鳩山幸岡相続し、所有している。土地だけの評価額は50億円とも言われるが、施設の維持費に1億円かかる。 鳩山家の祖先は17世紀から三浦市の家臣で1764年三浦市の国替えに伴って三河国西尾から岡山県勝山へ移った。以後、代々三浦家に仕え、主に江戸藩邸務めをしていた。鳩山会館で流れているビデオでは鳩山家の先祖鳩山諸ルる江門白坊は昨週勝山藩の江戸留守協約をしておりました。広志坊の4。 男とした、生まれた数は、と紹介している。ありがとうございます。